2007年10月再開直後の造幣局博物館ニューオーリンズ造幣局はアメリカ合衆国造幣局の支局としてルイジアナ州ニューオーリンズで1838年から1909年までの間業務を行っていたその間米国のほぼすべての種類の金銀通貨を4億2700万枚以上駐造しその額面上の金額は 計3億700万ベイドルに上った。現在はルイジアナ州立博物館の主局となっている。ニューオーリンズ造幣局はミシシッピ側に近いフレンチクオーターの北東の端に一致しており、エスプラネードアベニューに面している。この建物は建築家のウィリアムストリックランドの設計で当時流行していたギリシャ復古町の建築物となっている。 アンドリュー・ジャクソンが大統領だった1835年に建設され、3年後の1938年に造幣局としての業務を開始した。1861年にルイジアナ州が連邦から離脱し南北戦争が勃発した。ニューオーリンズ造幣局は州に接収され、翌年ニューオーリンズが北軍に接収されるまでの間は南部連合の造幣局として機能した。 アメリカの歴史の中で合衆国と南部連合双方の通貨を鋳造したのはニューオーリンズ造幣局だけである。ニューオーリンズが北軍に接収された後は造幣局は閉鎖されていたが南北戦争後のレコンストラクションの時期を経て1879年に再び合衆国の造幣局としての業務を再開した。以後、1909年に閉鎖されるまで業務が続いた。 閉鎖後は、その建物は、評価機関、米国海岸警備隊の貯蔵庫、各シェルターなど様々な目的に使用されてきた。1981年以降は、ルイジアナ州立博物館の支局となっている。2005年のハリケーンカトリーナで、建物が被害を受け博物館は閉鎖されていたが、修理を経て2007年10月20日に再開した。ニューオーリンズ造幣局は、 アメリカ国定歴史建造物に指定されており、現存する米国造幣局の建物としては、最古のものとなっている。アートギャラリーを要する元造幣局の建物としては、他に、ノースカロライナ州のシャーロット造幣局がある。ありがとうございます。